以前私がアメリカにいるとき結婚式に参加したときのことなんですがアメリカの結婚式はまあ日本でもそうですけれども式があって披露宴がパーティーがありますねそしてファーストダンスをしたり結婚したカップルがファーストダンスそして他の人たちも混じってダンスをしていくわけですよねそして未婚の友達もいっぱい来て自己紹介しながら楽しい雰囲気でみんな。 パーーティーを楽しみますけれども私がそのパーティーに参加したときにある男性がみんなすごい楽しくやってたんだけど1人あの寂しく座っていた少しシャイな男性がいたんですねあそんなに遊びが好きじゃない人なわけ、すごい静かにシャイな男性が1人座っていましたで真面目に食べて真面目に <laughs> あの帰ったわけですけれどもみんなが結婚式終わった後に あの人は誰だったの ?Who was that guy? というふうにみんな聞き始めたそうです、ね。でその人は花嫁の家族の友達に来た人ですけれどもああ彼ね実は親がすごい金持ちでね奥間長者なんだよ。 そのすごい都心の方にビル何とも思ってるんだよっていう話を花嫁がするわけです、ね、そしたら未婚の女性たちがみんな本当に話せばよかったっていうふうにみんなが言っていてすごい残念がっていたという話を聞いたことがありますでこの話っていうのはそうですね未婚の女性はお金目当ての女性が多いんですっていうのがポイントではなくて実はその人の価値を知らないとその人は関心の対象にもならないですよね この人がどれだけ価値がある人なんだっていうのを知らないと結局人が関心を置くこともなくなりますなのでその価値を知ることがどれだけ関心もそのふうに惹かれていくんだということを知ることのできる話なんですが先週も教会の話とか結構しました今日も実は今日の聖書箇所を見ると教会の価値について結構たくさん出てくる内容です 教会にはどんな価値があるのか、実は多くのクリスチャンが教会に対する価値を知らないと、教会に関心を持ったり、もっと使える心だったりというのが湧いてこないんだと思います。なので、今日の箇所を通して、一緒にパウロが語ってくれる説教の中から、その教会の価値を一緒に考えたいと思います。今日十20章の17節から見てますけれども、 一旦先週伝えたように人の働きシリーズは今日で一旦最後になって来年のどこかでまた21勝から最後は28勝まで見ていきますなのでそのちょっと合間が6ヶ月空くのか1年空くのかっていうのはちょっと他のシリーズ入るのを見ていますけれども一旦今日が3分の2ぐらいの終わりの部分になります先週パウロはちょっとマップを見ると分かりますけれども地図見れますか エペソ,エペソから献金を集めに西方向にマケドニアとアカヤコリントのあるところギリシャそしてまたアジアの方エペソに戻ってきますけれどもそしてトロアスというところ上の方ですねトロアスというところで先週は死んだ青年を蘇らせて生産式を行ったという話をトロアスで行いました今日の箇所っていうのは ミレトスですミレトスって皆さん見えますかミレトスに来ています。エペソから約南の方に直線だと50キロ、道をたどっていくと約70キロ、80キロというふうに言われている場所です。なので、その場所に今日来て、エペソの教会の長老たちにさよならを言う、この町で最後の送別会を行っている、国別の説教を行うシーンが、 今日の箇所になりますそしてパオロが長老たちに話した内容を要約してまとめてみると大きく3つのポイントがありますけれども今日説教のポイント3つになりますがパオロがど,どのように模範を示したのかという話をまずしています彼らの中で3年間示した模範そして彼らに託すお願いをする内容が出てきます あなた方にこういう責任を持ってほしいですという話をしますその合間合間に教会に対する価値というものはこういう価値があるのですよという話をパウロがしていくわけですなので今日全体を少しスキャンするような感じでこの3つのポイントを見ていきますまず一番最初にパウロが彼らの間で示した模範ですけれども17節から見てください 17節はミレトスに来て5 0キロ離れているエペソの長老たちを呼び寄せるわけですよねそして18節見ると彼らが集まってきた時にここ何人長老が何人いたかは分かりませんでも何人か集まった時にパールはこう語り始めますあなた方は私がアジアにアジアっていうのはエペソがある地域のことをアジアって言います小アジアですね足を踏み入れた最初の日から いつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。英語の表現だと you,、You yourself know あなた方を知っている通りという話し方をしています。そして今日の箇所の34節で、パウロが掛け持ちでバイトをしていた話をするわけですけれども、あなた方自身が知っている通りとい言いながら話をするんですね。 全部あなた方が知っている中で私がやっていたことですね。なので、いかにもパウロの人生がこのエペソにいた間に透明性があったのかっていうのを知ることができます。Transparency、もう彼の人生そのものが彼らにも全部映し出されていた。What you see is who I am。あなたが見てる通りの人が本当の私なのですっていうことをパウロが告げています。 何か隠したり二重人格を持つ人ではありません。教会では優しい牧師、でも家庭内では暴力的になるとか怒りんぼであるとか、教会ではすごい模範的なんだけれども、ビジネスをやるとすごいせこいやつになってしまう、そういう人ではない、すべてあなた方が見ての通りです、私はということをパウロが語っています。透明性があったということです。 一貫性のある自分は福音を生きた人間でありますということをここで語っています。1940年代にアメリカのシカゴでうつ病になってもう本当に自殺しそうな人がいたんだそうです。で彼はちっちゃい時には教会通ってたんだけれども教会も行かなくなった人で神様を信じないという人だったんですけれどもなんか死ぬ前にそれでも最後になんか しがみつきたいという心でですね彼が周りに信頼できる牧師っていますかと聞いたんだそうです信頼できる牧師そしたら周りの人たちが一人紹介してくれたんですがウィル・ヒュートンさん当時シカゴのムディー神学校の学長でもあり地域教会を勃会していたウィル・ヒュートン牧師でこの男性がうつ病で死にそうだその男性が本当に信頼できるかどうかっていうのをみ 見極めるためにプライベートの探偵団を雇ったんだそうです探偵団探偵団を雇ってこの牧師さんを2週間3週間尾行してくださいすべて行くところ全部ついていってくださいどんな人なのか知りたいですそして数週間後にレポートが返ってきたんだそうですでレポートによるとこの牧師は教会でも仕事場でも家庭内でも一貫性のある人でありますという報告が返ってきたわけです なのでこの挫折していた男性がよしこの教会なら行ってもいいんじゃないかということでその教会に通い始めて洗礼を受けたという話がありますちなみにその男性の娘さんは後からムディ進学校に送るようになったという話があるんですねなのでこのクリスチャンの透明性がいかに大きなメッセージになっているのかということを伝えてくれる話だと思いますパウロが エペソの長老たちを見ながら私の人生そのものは全部透き通って見えますよという話をするわけです私の人生を見てくださいご存知のようにあなた方に伝えた福音をそのまま私は生きています小さいキリストとして私はそれを実践しているものなのですまずその模範を語っていきますでちょっと戻って33節と35節この ちょっと33節から35まで見たいんですが先ほど言っていたちょっとパオロが掛け持ちをしていた部分なんですが見てください私は人の金銀や衣服を貪ったことはありませんあな,たがあなた方自身が知っている通り私の両手は自分の必要のためにも共にいる人たちのためにも働いてきました。 このように老朽して弱いものを助けなければならないこと、また、主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われたこの御言葉を覚えているべきだということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。I show you the example つまりわかりますか与えることをお手本として見せるためにそうしましたという話をしています。 何週間続けてシリーズ聞いていると、パオロがいつ仕事をしたのって時間帯分かりますか午前の11時から午後の4時までティラノの行動で2年間毎日教えたって箇所があります。いつ仕事してたのエペソジンみたいに朝早く仕事をして、そして夕方に仕事をしていたことでしょう。2年間、3年間の間ずっと。 2つが3つ掛け持ちでやっていたと思います。なので、その期間というのは、この人たちに与えることの大切さを示していたということを話します。後からエペソの教会を見ますと、誰が勃会しますかテモテです。後輩のテモテがエペソの教会しますが、テモテの場合はバイトしてたって話は出ないです。多分教会からいただいてたと思うんですけれども、パウロは 献金すること自体も与えることの方がもっと幸いであるということ自体を信徒たちに示していたということをここで知ることができますこのようにパウロの話をずっと聞いていますとここ3年間エペソードで過ごした3年間というのは後悔がないということを見ることができますもうこれ以上は私がも,うもっと見せることもできなかったということをなんか出し切った感が 感じられるんですねパウロを出し切ったこの3年間で全部やることは尽くしたというところなんですけれどもこの模範をもう少し見ますと20節に戻ってください20節20節に戻ると20と21節駅になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝えまた教えてきましたこう出し切った感ここに出ています。 余すところなく全部を伝えました21節ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を明かししてきたのですそしてこの出し切った感というのはここにも出てきます26節ですから今日この日あなた方に宣言します 私は誰の血に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。I gave you all.3 年間で、まあ。ティラノの行動だけで3000時間以上、キリスト教を教えましたからね。全部教えたわけです。神様のご計画を。語るべきことはキリスト教を全部教えたってことですよ。 この血の責任がないというふうに書いてありますけれどもこの前の箇所で26節に血の責任がない実はエゼキエル33章を見ると旧約聖書に昔のイスラエルはまあ昔の町結構あったと思います町に塔があって塔の上にはワッチメン見張り人がそこにいますタワーの上に見張り人がいて遠くから敵が攻めてくると 遠くから見えるるわけです今敵が攻めてきててきぞっていうのは大体1時間2時間前にそれをキャッチすることができるんだそうです。そして町の人々に対して警告します。今敵が攻め上がってきているので準備してください。逃げるんであれば逃げる準備をしてくださいっていう話をします。この絵が見張り人の役目です。で、旧約聖書になって書いてあるかというと、この見張り人がもし。 敵が攻めてきているにも見たにもかかわらず何も言わなかったらその血の責任はその人になるっていうニュスです、ね。見張り人が処刑されるということです。で、パオロがここで何を言っているかというと私は神の言葉の見張り人として責任一切ありませんというんですね。すべて伝えたからあなた方に神のご計画を神様のすべてのことを教えました。責任がありません。 血に対して、あなたがこの私の教会に通って、もし最後に死んで、天国に行くようなことがなかったとしても、私の責任ではありませんということを彼は伝えています。Why? 全部伝えたから。神様のご計画すべてのことを予言まで最後に目視力どうあるかまで。皆さんがもし引っ越しをして、教会を探すのであれば、 神のご計画を全部教える教会に通ってください。これ絶対マークすべきところです。皆さんが教会を探すのであれば部分的に聖書を教える教会ではなくて聖書全部を教える教会に行ってください。絶対罪について話さないとか裁きのことについてとか地獄の話絶対しないそして56年通ったのに旧約聖書から一度も聞いたこともない新約聖書しか語らないって教会があるならば間違ってることですよ。 同じことを言えないです。血に対して責任ありますよね。だって、新約聖書のこの部分しか、福音書しか語ってないのであれば、責任があります。なので、パウロが言っていることは、私は出し切りました。全部教えました。というのを見ることができます。私も一緒です、牧師として。ドリュー牧師が一番心配すべきことは、神様が私に聞くわけです。あなたは牧会しているときに、私の 計画すべてを教えたのかというように私は聞かれます。もし聖書のおいしいところだけ、チェリーピッキング、甘いところだけを取って、はい、渡し,ましたおいしいですよね。聖書って本当に素晴らしいですね。だけをやったならば、神様が、彼らがもしみんな地獄に行ったのであれば、責任はあなたに問うって言うことです。あなたは良い見張り人ではない。全然良い見張り人ではない。パウロは私は良い見張り人として全部を伝えましたというように言います。 長老たちに自分が示した模範を話しています。そしてその責任というのを、これは軽い責任ではありませんよというのを伝えていきます。28節を見ると、この2番目のポイントに入るんですが、この責任をこのように話します。この国別説教の中で一番中心になるのがこの28節だと思います。あなた方は、 自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために精霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。この人たちは長老たちです。でここで監督という英語に直訳するとビショップという単語ですけれども いろんな地域を見回る牧師の役をするビショップという単語ですが長老と監督と同じ単語として捉えることができません実際に人の働きを見ると長老を立てたのは誰ですかで新約聖書を見ると長老たちは投票して決めるところは出てきません執事たちは投票して選びます 長老たちは、人たちが直接選びます。教会のリーダーたちを立てるわけです。アポイントするわけです。で、人によって、バルナバとチョパオロが長老たちを立てたという箇所がありますけれども、パオロの理解では、聖霊様があなた方を立てたのですという理解をしています。神様ご自身があなた方を立てましたという意味です。God appointed 人々が人々がアイディアを出し合って決めたというよりかは神様はもちろん人々のリーダーを通して決められたのは確かですがそれが神様が行われたことですよなのでその責任の重さというのをここで共有しています29節から30節その責任が与えられたので29節私は知っています私が去った後凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります 狼って誰ですか変な教えをする人たちのことです。30節またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。これから激しい戦いが起こることを予告しています。31節 ですから私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい目を覚ましていなさいっていうのがもう一回出ますね気を配りますね28年出てここでも出てきます32節まで読みますね今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます 御言葉ばはあなた方を成長させ聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。教会にはリーダーたちに与えられた責任というのは大きく分けて2つがあります。スライドにも出ますかね、2つの御言葉を正しく教えるという責任があります。長老にあたる私にもそして長老たちが教会にいるなら長老たちのまず最初の責任は 正しく教えるそして2番目のやるべき仕事っていうのは狼から教会を守ることです狼先ほど言ったように間違った教えが入ってくることから教会を守るっていう役目ですなので最初の部分はポジティブスいいことを教える正しいことを教えるでも2つ目はネガティブスです悪いことを全部シャットアウトするということです羊を 守るということですこれ、聖書勉強会でも話したことですが、15年前に私、サラン教会にいたときに弟子訓練のグループをやっていました、12人の生徒たちを私が訓練していたんですがある姉妹が、参加している姉妹が欠席することになる、次々と欠席することになって、数週間後にテキストメッセージが、弟子訓練の,その団体の LINE グループに、テキストメッセージが来ました。 どういうメッセージだったかというと、ちょっとみんなえ、えどういうことっていう感じだったんですけども、皆さん、私は他の別の教会に移ったんですけど、今はとても幸せです。皆さん、天国で会いましょうというメッセージだったんですね。天国で会いましょう。私、そのメッセージ見て、クエッションマークあれ何ですか、これは。What is this? で後々分かったんですけれども、この姉妹に何が起きたかというと、 実はある宣教師がやってきて、まあ、彼女の女性の宣教師だったと思うんですけど宣教師がやってきて同居し始めたそして聖書をこの私の弟子訓練に入ってた女性に教え込んでいくわけですけれどもサラ教会で教えてる弟子訓練受けちゃだめよ変な教えだから受けちゃだめよっていう話をし始めたんだそうですこれは聖書的ではない間違った教えをしてるので ついてっちゃだめよって話をして結局は弟子訓練をやめてそちらの教会に移ったわけですけどもそちらの教会,は教会名が新天地っていう教会であります新天地これ異端の教会です韓国で言われる異端の教会で大体信徒を騙してのっとっていく方法があるそのやり方を彼は教えてるんですが新天地にやられてしまったんですねそのような形ででその姉妹がそのような形で教会を去っていってしまったっていうことに とても心を痛めたっていう記憶がありますでパウロが予告してるわけですこれから異端の教師たちが狼が入ってきますよしかもあなた方の中でも偽った変なことを言い出して弟子たちを迷わせるような人が出て,く出てきますよって話をしています教会に分裂が起こることを予告してるってことですで実際に手元が勃砕している時に大変なことを 私たちが読むことができます、書簡を通して。で、リーダーの役目っていうのは、正しい教えだけじゃなくて、誤った教えが入ってくるをシャットアウトしなきゃいけないということです。で、私と13か月の間、リーダー訓練を受けた方、大体分かると思います。リーダー訓練って、基礎の内容だけじゃないです。リーダー訓練を受けた方は分かると思うんですが、想像論に関しても、このような、 クリスチャンの間はこのような見方があります。でも、これは異端ではありませんよというのを見比べられるように、リーダクネで教えます。終末論、皆さん、景気を信じてますか景気を。私たち、ふーっと空中に上げられていく、そういう見方もクリスチャンの中ではありますよ。私はあの景気を信じないです。 これでまたつまずく人も結構いると思うんですが私は警挙を信じないです。これ、警挙の話っていうのは最後に引き上げられるイエスキリストと再会するという風に見ていますけど、クリスチャンの中にもこういう見方がたくさんいくつかありますよ。そして視野を広げて正しく判断してください。リーダー訓練に入っています、内容が。なぜ知らないと、えー、そうなの ?NCC 東京それを教えてなかった、最悪とか言ってそっちに行きだして、よく起こることです、教会によく起こります。だから パウロが言ってることです。しっかりと誤った教えが入ってこないように、あなた方は目を覚ましていなさい。教会を守りなさいということです。で、皆さん、一つ、皆さんにお願いしたいことは、教会に誤った教えが入ってくるときに、教会が戦う姿勢を持つとか、牧師が戦う姿勢を持つって、これ正当なことです。I have to。私がそれをやらなかったら、そっちの方が終わってます。 間違った教えが入ってきているのは戦う姿勢を持つのが正しいことです。世俗的な影響が教会に入ってきている。誰でもいいけど結婚する前に同居するとかそういう世俗的な教えが教会の中に入ってくる。教会が正しいことを教えるために戦う姿勢を取るのが正当です。皆さんもそれは教会がやるべきことですという認識する必要があります。教会って愛がないのねとか言い出してそっちの方がおかしいですよ。なので、パオロがしっかりと 基準を持って責任を持って勃開してくださいという話を長老エペソンの長老たちに話をしています狼を止めるようにで最後の部分というのはなぜそこまでするのかなぜ教会のためにそこまでするのか教会の価値を教えています22節から24節ちょっと戻って読みますね 22節ご覧なさい私は今御霊に縛られてイエルサレムに行きますそこで私にどんなことが起こるのか分かりませんただ精霊がどの町でも私に証しして言われるのは鎖と苦しみが私を待っているということですけれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし主イエスから受けた 神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら自分の命は少しも惜しいとは思いません。パウロはここで精霊の導きによってイエルサレムに向かおうとしています。自分が多分捉えられるだろうと分かっていながら。で、これを書いた著者ルカは ルカ,のルカの福音書で、イエス・キリストが顔をイエルサレムに向けられて、十字架の道を歩んでいかれた、似たような形で、ルカは、パウロは今自分に苦しみが待っているイエルサレムに顔を向けて今、行っている、進んでいるというのを描き出しています。そして24節で、パウロが言っていることを私たちの現代風に訳すならばこういう意味です。私は一生、 選挙のたまあ、救われてから人生というのは教会の働きのために自分を注ぎ込んできましたが全くそれがもったいないとは思っていませんというふうに24節は言っています私がキリストのために役立つことであるならばこの世にもっと価値のある働きはこれ以外のことはありませんというのを24節で言っています これが最も価値あるの私の人生が少しでも役立つのであれば選挙の働きに役立ってこの人生終わっても全然もったいなくないです全然価値あるものですということを語っています教会のために自分の身を捧げて後悔しないという話をしているんです皆さん聖書を見ると神様が始め,始められたものがいくつかありますけれども創世記2章を見ると結婚 神様が与えられたものです。結婚というのは男女の結婚。そして、教会を神様が始められました。またイ16章18節見ると、私はこの岩、キリストを主とする告白の,この岩の上に、岩に私の教会を建てますとイエスキリストがおっしゃられました。I will build my church。神様が教会を始めたことです。人間のアイデアを出し合って、 宗教をできる、一緒にできる教会を建てましょうかというわけではない神様が教会を始めたことです。結婚制度もそうだし、教会もそうです。で別に皆さんが子供を学校に置く、公立の学校に送るがか、ホームスクールをしようが、聖書は明確に言ってません、それについては。学校は自由の選択肢です。塾に送ろうが、クラブ活動をさせようが、自由に選択させます。でも、教会をこの地上からなくしましょうということはできないです。なぜ神様がスタートさせたことです。 そして聖書が教会を価値あるものとして語っています。28節もう一回見てください。28節。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会。この箇所を目想してみてください。Let this sink in。どういう意味ですか神がご自分の血を持って 買い取られた神の教会皆さんが100万円を使って何かを買うならば価値あるものですその100万円で買ったものは1億円を使って何かを購入したものすごい価値のあることですね多分家は1億円くらい価値あるものですでも皆さんが命を捧げて買うものがあるならばそれ以上の価値があります命を捧げたものだから さらに行きましょうか次元の違うレベルに行くと私が自分の命を捧げるより自分の愛する一人息子の命を与える方がさらに価値あることです親なら分かります自分の命だったら家族のために何とか捧げられるかもしれませんでも自分の愛する一人息子の命を誰かのために捧げるものすごい価値のあることですそれはここで正確に言うならば神様は ご自分の血を持って正確に言えばミコイエス・キリストの血しようを持って教会を買い取られたイエス・キリストによってその教会を始められたそして弟子たちにその責任を与えられた教会の値打ちが書いてあります皆さんに質問しますが皆さんだったら 教会をどれぐらいの値打ちで考えていますか皆さんだったらどれぐらい捧げられるという感じですか神様ご自分の命を持ってご自分の血を持って買い取られた教会で正直この箇所はとても重みのある箇所です今のこの28節というのは今日の28節いっぱい詰まってますけれども これには比べ物にならない人間的な例えを一つしますね。でいつも毎週私の母親が私のここに座って一緒に説教を聞いているので話しづらい部分もありながらなんか母親も聞いてるから私が言ってること全部本当だろう本当のことを話します多分もっと信憑性のある話かもしれませんこれ全然事前には相談してませんけれども何人か教会,教会の人たち知ってる人もいると思います。 ちょっとだけこのレベルではありませんがちょっとだけ人間的なことを話しますとどれだけ教会のために人が捧げられるものなのか私の両親は韓国の方で日本に来る前に韓国の方でソウルで開拓教会を始めていますでそれが78年79年の出来事ですで79年私の母親は 大企業のキャリアウーマンでものすごく稼ぎが良かったうまくいっていたキャリアウーマンそして私のお父さんの方はお金のない貧乏な進学生か伝道師何も何も持ってない二人が出会って結婚するわけですでお母さんはすごい稼ぎだったので当時ソウルで 3LDK のマンションを買ったわけです結婚するときにで教会をそのマンションで 始めていきますで、マンションはで教会始めますけども人々が増えるからあの礼拝堂ちょっと広くなきゃいけないねということでそのマンションを売り払って私たちの4人家族っていうのはあその道路の向かい側の方の家賃でワンルーム,ワンルームキッチンがあってワンルームのところに4人が家賃で暮らすようになったんですね。このマンションを売り払って礼拝堂街道を借り 借りたとということになりましたなのでお母さんから見れば自分のマンション買ったマンション全部売り払って教会の運営費に使ったわけです。で今もう時間がすごい40年ぐらい経ってますけれども親族がなんかこれ冗談半分とかでちょっと調べたところへこれぐらい値段上がってるらしいよっていう話をしてくれたらしいんですがその 3LDK が今40年後にいくらになっているのか日本のお金で3.5億円になっているんだそうです。 で相当不動産上がったってことなんですけれども当時の買ったマンションを教会の運営費のために全部捧げることができたで私の両親は韓国で一回建築をしています教会建物を建てていますでそのためにすごい犠牲を払ったんですが教会が火事になったんですねあらまあ火事になったんですで火事になってしまって再建しなきゃいけなくなったときにものすごい苦労したのを 私自身も覚えていますで日本、川崎に来て、教会を始めて2回ぐらい建築をしていますけど、建築をするたびにこれはインサイドインフォメこれは牧師家庭内だこういう話がありますけど、皆さんほとんど聞くことないと思います。その建築をするたびにお父さんが来て、食卓の時に夕食の時に話すわけです。私たちはこれから教会建築が始まるんだけども。 家族として1000万円を捧げることにしたから、これ日本での出来事、1000万円を捧げることにしたから、これからは節約しなきゃいけないんだよって話を。私、小学生の時も聞いたし、中学生の時もその話聞きました。建築を何度かしてるので,で。私、思ったわけど、中学生の時、え、教会の建築と私のお小遣いが減るのと何の関係があるのなんであるのっていうふうに、そういう,うにしかぐらいしか思えなかった時代があります。今になって考えてみると、 私の親が持っているその教会に対するその価値ですよね全てを捧げても It's okay 神様の問いは教会のためだったら It's okay 私これ決して皆さんがもっと献金してくださいという話をするためではありません教会がどれだけ価値あるところなのかっていうのを共有したくて話していますこれを聞いて私はあこれちょっとよくないですね私にとっては献金しなくて大丈夫です It's okay no problem 教会にどれだけ価値があるという話です。そしてこれだけ捧げて教会を立て上げていった人にとっては、教会が狼によって荒らされているてものすごい悲しいことです。ハハブレキング。それだけ全部を支えてきた教会が揺れている、噂話とかで揺れている、めっちゃくちゃ心痛いことです。それだけ価値を置いて、それだけすべてを注ぎてきたからであります。 なのでその思いが違うということです。神様がご自身の血潮を持って買い取られた教会そして狼によって荒らされている誰が一番心を痛めますか神様です。私の血潮、イエス・キリストをこの人々のために捨てるほどにしてくださった神様どれだけ心が痛まれるでしょうか私たちの思いとは 次元の違う話かもしれませんいくら人間としていくら献金を捧げた教会でも合わないことあったら去ることありますでも神様がこの地上の教会どんなに曲がって誤ったことがあったとしても最後までしてきけることはないでしょう神様がそのように教会を見ておられる非常にアイロニックなことに 教会論を一番よく教えている聖書の書物っていうのはエペソ書です。パウロがエペソの長老たちにいろんな説明をしますけど、教会論を一番よく教えているのがエペソ書です。エペソ5章25節に、夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方の妻を愛しなさい。これ夫婦関係のことを話しながら、教会とキリストのことを話しています。 五章二十九節にいまだかつて自分の身を憎んだ人はいませんむしろそれを養い育てますキリストも教会に対してそのようになさるのです教会に対するキリストの思いです神様の思いです聖書は教会をキリストの体もしくはキリストの花嫁というふうに呼びます それほど教会共同体のことを大切にされているということです皆さんに質問したいのは皆さんの教会を見ている価値と聖書が教会の価値を見ているのとそれが釣り合いますか同じふうに釣り合いますでしょうか聖書を繰り返します教会をこのようにキリストが愛したように愛する使えるところなのです人々が使い合う場所なのです 最後に36から38節見て結論を入りたいんですが最後のお別れのところを見てください36節告別説教こう言ってからパウロはみんなと共にひざまずきに乗ったみんなは声を上げて泣きパウロの首を抱いて何度も口づけしたもう二度と私の顔を見ることはないでしょうと言った彼の言葉に特に心を痛めたのであるそれから 彼らはパウロを船まで見送った。最後、美しいお別れです。パウロはエペソの教会にあなた方に祝福がありますように。教会の長老たちはパウロに対してあなたに主の祝福がありますように、導きがありますように、互いを祝福する形で最後のお別れを告げています。どんな事情であれ、教会を去るときには、 美しく教会を去るる必要があると思いますこれをお手本にしてください。教会を美し,美しく去るということは神様へのリスペクトです。もし神様がスタートされた教会であるならば、美しく去るべきです。あなたを祝福します。行くい人も祝福、そして行くい人も教会を祝福する。I want the best for you。あなたに対して最高を願いますということです。今日のメッセージを 結論付けたいいと思います私があまりにも海外の事情とかもですね必要でもない話をいっぱい聞きすぎているかもしれませんでも今世界のクリスチャンの今の状況っていうのはイエス・キリストを愛していても別に教会は行きませんよっていう人たちがだんだん増えています ものすごく増えています。心が痛います I love Jesus, but who cares about the church? 今の世界の調整、今の雰囲気ですで。実際に私が会って話した人にもたくさんいます。悲しいです。昔、弟子訓練一緒にやっていてめちゃくちゃ燃えてた青年が40代になっても教会を捨てちゃった。めちゃくちゃ悲しいです。正直、I get it get 私もわかります 教会大変な時に信頼する人にこのまま教会やめたらどうなるんだろう教会行ってるかな数年休んでるかもねとか話したことはありません。I get it. 傷ついて教会行けないととてもよく理解できますでも続けていかないことで本当に悲しいことです。なぜイエス・キリストがこれだけ愛される教会であるならばなぜなんだろうで、この今の 状況を見ながら思いました、まあ、どこかでイエス様の言うことを聞きたいんだけれどもなかなか従順できないところもあるんだろうなって韓国の昔の物語でフェアテーヴの中にアオガエルの話があります何かの人はアオガエルの話を知っていると思うんですが今の イエス様大好きって言ってるんだけど、教会行けてないっていう人たちは、もしかするとこの青ガエルのような人たちかもしれません。この最後に青ガエルの話して終えたいんですが、昔々母親が言うことを本当に聞かない青ガエルがいたんだそうです。母親が言うことを全部反対にやる。山で遊びなさいって言うと、川で遊ぶ。 ケロケロと言いなさいって言うとロケロケって言う全部反対のことをするアオガエルが言ったんだそうですで母親がもう言うこと聞いておくれ私はストレスで病気になりそうだからである日本当にお母さんが病気になってしまったもう死ぬ前にベッドで彼女がそのアオガエル息子にお願いをするわけですで私が死んだら 今まで自分の息子アオガエルは自分が言ったこと正反対のことばっかりしてきたので母親がこう言ったんだそうです。私が死んだら川辺に私を埋葬してくれ。川辺の方に。そしたら多分息子は正反対に山の方に私を埋葬してくれるだろうという願いで言ったんだそうです。私を川辺の方に埋葬してくれ。そして母親は亡くなります。そして母親が亡くなった後に息子が あまりにも悲しくて母親生きてるときには全部聞いてあげることができなかったなので今度こそは最後に母親の融言を従順していこうということで本当に母親を川辺の方に埋葬してしまったという話です。本当は山の方になくなったら埋葬しなきゃいけないんだけれどもそしてこの話伝説によると今も雨が降るたびに自分のお母さんが流されていくのかを心配して 青ガエルはケロケロというように泣いているという話が続いているんですね。母親にずっと不従順してきた。亡くなった時に初めてその話をまっすぐ聞こうと思った。救い主の恵みを知っている人は、私を愛された方の心を本当に知っている人は、その御言葉に従うことを先延ばしする必要はありません。今聞いたことを実践することができます ややだやだと言いながら後でやりますではなくて今それを受け入れることができると思いますキリストが愛されたキリストの花嫁その教会を私たちがどう愛することができるのでしょうか一言お祈りいたします天の父なる神様今日のパウロの国別の説教を一緒に分かち合い考えることができたことを心から感謝いたします 教会はこの地上の教会は不完全なところです。神様がスタートされたところです。でも、罪のある人々が集まって作っている、構成している教会であります。だから、完全ではありません。そして、イエス・キリストが教えられたように、そのように理想的に互いを愛し合い、使い合うこともなかなか簡単なことでないことは確かであります。しかし、 不完全な私たちのためにイエス・キリストが十字架にかかられましたそして復活なさいましたそして弟子たちを集め教会を始めるように弟子たちを作りなさい人々を千年を授けなさい教会をつりなさいというふうに送り出されましたそしてここにも品川にも NCC 東京が始められましたそして私たちはいろんなところから集められています 当然一つになることは簡単ではありませんしかしイエス・キリストがそれだけの思いを持って始められた教会であるのであればそのイエス・キリストのためにも従順する心が私たちに与えられることを願います今私たちがどういう信仰を持つべきでしょうか特に教会に対してどのような価値観を持つべきでしょうか主をどうか見言葉によって正すべきところがあるならば正してくださいそして何よりもイエス・キリストの愛を 心から受け取ることができますように助けてください。今まで教会を通して追ってきたたくさんの傷があります。その傷を一つ一つ主が癒してくださることを願います。そして本当にそれによって成長させられた私たちが主が願われる素晴らしい教会を作り上げていくことができますように。そしてまた、パウロがエペソの教会にさよならを言ったように、それぞれまた召されたところに行くのも事実であります。 しかし私たちがどこに行っても主に喜ばれる教会を支える働きができますようにこれからも導いてください。今日の御言葉、感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン